県は先ほど、きょうの新規感染者数が過去最多の700人程度になる見込みだと発表しました知事は県内の感染状況について予断を許さないとしています先月21日からまん延防止等重点措置が適用されている県内感染者数は依然、高い水準で推移していますが先週半ば以降はやや減少傾向にありましたこれについて花住知事は、 多くの県で過去最多を更新というようなことが続いていますので県内もあの、まあ、まさに予断を許さない緊張感を持って見ていく必要があるというふうに思っています。その上で時短営業などで飲食店での感染リスクが減っているのは間違いないが家庭での感染は増えているとして引き続き状況を注視する必要があると述べました。 まん延防止等重点措置の延長は状況を見て判断するとしています。